プロトラックドライバーが進路変更の仕方をお教えいたします。まずは、ミラーで変更する側の後方を確認します。確認してから指示器を出します。指示器を出した後に再度、ミラーで後方の確認をしてから、上、右、右、左を確認してから、3分待ちます。それだけ余裕を持って進路変更はした方が良いと思います。気づいたら、曲がりたかったところを通り過ぎるかもしれませんが、Uターンしたら、良いだけの話です。指示器を出したら、進路変更して良いんじゃないんです。ちゃんと、後続車との間隔があって初めて変更して良いのです。強引な割り込みは、事故にもなりますし、トラブルの原因にもなりかねないです。乗用車を運転している大概のドライバーが、トラックの間を狙ってきて強引に割り込みしてきますね。加速が遅いし、車名も入ってる弱い立場にあることを分かってるからでしょうね。トラックドライバーだけがプロではなく免許を取得した時点でみんな、プロとして運転してほしいものです。以上のことを実践することでトラブルも事故も防げると思います。グッドラック。実践してみたいと思う方は、高評価とチャンネル登録よろしくな。